河内型戦艦は、日本海軍が第一次世界大戦前に竣工させた、最初で最後の土球戦艦の艦級である。標的艦に改装された、摂津。本型は、基本計画番号、A-30 が付され、河内は、異号戦艦、摂津は、旅号戦艦と合せられた。本型は、河内、摂津の二隻で1912年に竣工した。 河内は1918年7月12日、徳山湾で爆発事故により沈没。摂津は第一次世界大戦後にワシントン海軍軍縮条約により長戸型戦艦、道の区を保有できる代わりに戦艦保有枠から外され、日本海軍は1924年4月に摂津から武装、装甲を撤去して標的艦に改装した。この時に、 四方等二期は陸軍クレーン船、青州丸により長崎県津島洋裁流の先第一砲台と流の先第二砲台へ運搬され、現地で要塞砲として活用された。第二次世界大戦時の1945年7月24日から28日にかけてクレ軍港で米機動部隊の空襲を受けて大破着艇した。河内型の武装と装甲の配置を示した。 関係図。本型の船体形状は、平ら板型船体で、艦首形状は、河内は垂直に切り立った艦首だが、節津はしのげなみ性の良いクリッパー型艦首で異なっており、全長に差が出た。艦首甲板上に新設計の 30.5cm 砲を連装砲塔で一機、下部に司令塔を組み込んだ、操打環境と戦艦では、 本級から採用された三脚型の全部マストが立つ。船体中央部の三本煙突が立つが、このうち一番二番煙突の間は、原則手砲塔の弾薬庫がある関係で前後に、離されていた。煙突の周囲は、関西艇置き場となっており、関西艇は2本一組のボートダビットが、片弦二組で計四組により運用された。原則甲板上には、 3 0 5トル砲を背中合わせ配置で片言2機ずつの計4機配置した。3番煙突の後方には前向きの後部三脚型マストと後部見張り所が立ち、後部甲板上に6番手砲塔が後ろ向きに1機が配置された。船体中央部に原則には耐水雷低用として1 5 2トル速射砲が片言5機ずつ計10機が 単素方がでケース名と配置されており、監視と監備側の4基は前後部への社会を確保すべく、船体を凹ませていた。主砲等の配置には特色があり方の光景を考えなければ、ドイツ海軍のナッサオ級、ヘルゴラント級と手法の配列は同じであった。ちなみに、同世代の戦艦で、イギリス海軍のネプチューン、コロッサス級、アメリカ海軍のデラウェア級、 フロリダ級は全門原則試行が可能であったのに対し、球体化は否めないが、敵艦隊と乱戦時に反対源からの巡洋艦が回り込んで攻撃してきた場合に、即に対応できる利点もあった。艦首と艦尾の1番6番手法には、アームストロング社が本型のために新設計しその性能は3 8 6キログラムの砲弾を、総約1 3 3 5ラムで方向から、 秒速914メートルで打ち出すことができた、この砲を新設計の連装砲塔に収めた。砲塔の動力は、蒸気機関駆動の蒸気ポンプによる、水圧式で、砲塔の旋回と方針の不行を行った。方針の不行能力は、行角15度、深角5度で、旋回角度は、守備線方向を0度として、左右150度の旋回角度を持っていた。発射速度は、 毎分一発である。写真は、右辺から撮られた、秋の3 0 5トル連装砲と、本級にも同型砲が継承された。原則に配置された2から5番手法には、前型に引き続き、アームストロング1908年型3 0 5トル砲を採用した。その性能は3 8 6ラムの砲弾を、 総約1 1 3 4ラムで方向から秒速8 1 0ルで打ち出すことができた。この方を連装砲塔に収めた。砲塔の動力は蒸気ポンプによる水圧式で旋回、方針の上下を行った。方針の不行能力は行角15度、深く5度で旋回角度は300度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会を制限された。 発射速度は毎分一発である。実際の運用、編集同一の手法を多数搭載し統一式を行うのは土球戦艦の必須条件であるが、前述の通り河内型の手法には方針長が異なる2種類の手法を搭載しており、故に河内型は土球戦艦ではなくて純土球戦艦ではないかという意見がある。少なくとも初速が違う手法では統一した。 射撃管制式は不可能になり、土球戦艦としての要件を全く満たしていない。そのため、両方の初速を揃えるために、砲塔ごとに装填量の違う2種類の薬のうを用意する羽目になった。すなわち、最も威力の高い50後継砲の装薬量約 133.5kg で、計画初速秒速914メートルとなるものを、 45後継法に合わせて、約1 1 2ラムに減少させて、初速秒速810メートルに抑えたのだ。なお、創薬量削減に伴って50後継法の薬室容積を371.2リットルから240リットルに変更した。手法の初速を合わせたこの処置により、手法の統一式には何ら不都合はなく、土球戦艦として使用する要件を満たしているとも、 言える。ちなみに50後継法は通常時でさえ強度不足により重力で先端部が垂れ下がり高所速で打ち出すと方針がしなって弾道にブレが生じて命中率が低下するという欠陥があったほか製造国のイギリスが得意としない超方針法であるために方針寿命が短くなるという欠陥があったためこの意味からも元々の所速を抑えて運用したことは正解であった。 このような2種類の方を混載した理由としては、一説によると、守備戦方向への火力は強力にすべきであるという東郷平八郎の鶴の一声があったとも言われる。少なくとも運用上に困難を生じた可能性があるのは事実であるが、前日の50後継法自体の欠陥が低所速化で改善されたことと合わせて、実運用上の欠点とはならなかった。ただし、 3 0 5トル5 0後継砲は、混合型戦艦においても当初採用が検討されており、早々に欠点が発見されたことにより、混合型戦艦に3 5 6トル4 5後継砲を採用できたことで、3 0 5トル5 0後継砲には、反面教師としての意味があったと言える。副砲は、日本戦艦として初めて、 15.2cm 砲を採用し、2番甲板の下方に減速ケースメート配置に片言5問ずつ配置した。その他に耐水来艇用に 12cm 砲を単装砲で8問、7.6cm 砲を単装砲で16問を搭載した。他に対艦攻撃用に 45cm 水中魚雷発射管5機を装備した。 竣工後の1921年に 7.6cm 砲、前はじめと 45cm 魚雷発射管理門を撤去し 7.6cm 広角砲を単装砲で2機を追加した。日本軍艦史 PP74 から75、ただし同口径砲、同一所属であっても砲身長が違う以上は、やはり有効射程や砲特性では若干のズレがあり。 統一式に不都合があったのではないかと指摘する説もある。一方、研究射撃、戦闘射撃において、同じ病棟と、照射距離を用いて15000メートル以上の、砲線距離で、一斉射撃された、薩摩型の30.5センチメートル砲2発と25.4センチメートル砲2から3発の弾丸ですら同時に弾着し、散布海内で砲種別に変異することなく、しかも、 水中の大きさの差もほとんど認められないため、統一射撃に全く支障がなかったという証言もある。これについては、各後継手法の火薬庫は個別に存在しており、創薬量の異なる薬の有をそれぞれの火薬庫に搭載すれば良いため、異行系手法混載による運用上の困難は生じないとする意見もある。しかしながら、少なくとも異なる種類の薬の有を用意する。 交渉側の煩わしさがあったことは想像に難くない。ただし河内型は混合型の気候時にはまだ竣工していないため同じ手法を採用したセントビンセント級戦艦以降の英国戦艦の運用実績である。ありがとうございます。